林田藩軽業館行動軽業館は林田藩の藩校。軽業館は1794年に第7代林田藩主、武部政権により創設された。公明の軽業は来期の軽業学軍から取られ、変額は松平貞信が起業した。河原の門は武部家の家門、三津町である。1863年に火災により消失したが、 犯罪性の厳しい折にもかかわらず、その重要性から直ちに復興された。性病、行動、伝武場、文庫などの建物があったと伝えるが、現存するのは行動のみである。軽業間の特徴は、当時としては珍しい司書教学であった。士族の指定は8歳になると必ず入学し、16歳になると卒業したが、庶民の希望者にも入学を許可した。 16歳以上のものでも、公務の余下には修行することが認められていた。行動には、表玄関が3箇所平地され、それぞれ西に行くに従い形式が、簡略化されているが、これは、藩主、教授、弟子、または、武家の格式などにより使い分けられ、内部も大広間と、東側三室に投げ潮を回して格付けされているが、教授内容は、師書共通であった。 そして特に学術貧困に優れた者は、藩比で他国へ留学させた。第九代藩主、武部正和は、軽業官進行のため、藩校の教授に、受学者、監視人として巧妙であった、河野鉄兜を迎えた。姫路藩の忍術参考で学び、今、山陽とも呼ばれた鉄かとは、熊本藩など大藩からも招かれていたがそれらを、断り、 清和の低調な招きに感激し、林田藩に仕官した。1871年の廃藩地検により、林田藩が廃されると、慶業館も廃校となり、その後建物は慶業小学校を経て1963年まで林田村役場として使用され、さらに旧市から西の現在地に移され、現在は姫路市役所林田出張所。 林田公民館として使用されている。当時の建物のうち唯一現存する行動が1992年に姫路市指定有形文化財に指定されている。軽業館行動は兵庫県下でも犯行の意向として残る唯一のものである。観覧は無料であるか公開されているのは年末年始を除く土曜、日曜、祝日のみである。現地の刑事による ありがとうございます。